茶色の重始末メディアを再生する刑事内の重始末重始末とは、スズメメカイゲチョウカの鳥。人の手によって作り出された課金で、野生種は存在しない。体長約12センチメートル、体重12から18グラム。寿命は、短ければ3年程度、長くても8年程度である。インコ類や文鳥と異なり。 課金としての歴史が長いため、飛翔力が弱く、カゴ抜けしても野生では長く生きることができないとされる。尾は長めで、くちばしは太く、まっすぐである。くちばし、羽毛、足の色は多様で、親子で遺伝するが、遺伝しない場合もある。コシジロキンパラの一亜種である中国コシジロキンパラが、十四末の原種と考えられている。江戸時代に中国から日本に輸入されたものが、 品種改良されて生み出されたとされている。重始末は同じ、カエデチョウ科のキンパラ属に含まれる、種の内シジロキンパラ、キンパラ、銀パラ、ヘキチョウなどとは、かなりの禁煙にあたり、これらの野鳥とは、後輩によって繁殖力のある子孫を残すことが可能である。それを利用し、ヨーロッパでは、日本とは異なる系統の重始末の品種が産出されている。 他頭外しても喧嘩せず仲良くしていることから、十四末という漢字を当てられるように、十四末は他の鳥に比べて性格がおとなしく温和な性格のため、人にも良くなれ、飼育は非常に簡単である。初心者向けの飼い鳥である。よってすびきも容易である。すびきには春と秋、3から4月か9から10月が最も適している。庭箱に移し替えるのが、 理想的であるが、純始松は飼育下の環境に慣れているので、通常の刑事でも繁殖可能である。発情させるために泡玉を与える。泡玉は汚れやすい。与えすぎると脂肪型になるので注意。丈夫な卵の殻を形成させるため、青菜やボレー粉を多めに与える。つぼスは湯をかけて、日干しで乾燥させ、しっかりと消毒しておく。シュロの毛など。 素材になるものを、ケージの中に入れておく。正常に交尾が行われて、約二日目以降、メスは一日一個ずつ、全部で三から九個ほどの純白の卵を産む。産卵を始めたら、泡玉を与えるのをやめ、庭箱でない場合は、ケージに、つぼすの上にかかるように暗い色の布をかぶせる。産卵を始めたら、むやみにつぼすを覗き込んだり、 ケージの周りで大きな音や振動を発したり、ケージを移動させたりしてはいけない。なぜなら、親鳥が放乱をやめてしまうことがあるからだ。卵は、約2週間で孵化する。ヒナは孵化後、約20から30日ですから顔を出すようになり、約35日後には、巣から出て、自分で餌を食べられるようになり、約40日後には、完全に巣立ちする。その間、 孵化しなかった卵や落鳥したヒナは、親鳥や他のヒナへの影響を防ぐため、直ちに取り出す。巣立ちしたヒナは別のケージに移しても良いが、冬の時期は注意。3週間経っても孵化しない場合は武将卵の可能性が高いので、卵をすべて取り出して、発情からやり直させる。また、死由の相性が悪く交尾が正常に行われなかったり、 死ゆのどちらかに繁殖機能の欠陥があったりする可能性もあるので、1ヶ月半経過しても産卵が行われなかったり、無精卵しか産まなかったりする場合は、ペアを交換する。重始末の普段の鳴き声は、プ、プ、と電子音を思わせる声であるが、オスは繁殖期にメスに対し、羽毛を逆立てながら、ププピとさえずる。この重始末のさえずりに複雑な文法構造がある。 ことが、岡野や和夫により発見された。課金として飼われ続けたことで、天敵や食料について気にする必要がないため、オスが複雑な歌を歌うことが繁殖のアピールになるのだという。ありがとうございます。